はい、どうも皆さんっていうか、おはようございますになるのかな。それではですね、何でしょうこれ、生ライブ、どんだけできるのか分かりませんが、10分ほどちょっとやってみようかなと思っております。それでは、テレサ天皇をね、歌をちょっとね、歌ってみようかなと思っております。ではこちらで、いきたいと思いますよ。もうね、一番ね、皆さんがよく知っている歌をいきたいと思います。まず鈴内お送りいたします。違う人生にもその
られておりますのでね、なんとか、いきたいと思いますよ。それでは皆さんよく知ってる歌でございまして、愛人という歌を聴いてください。よろしくお願いいたします。夢の運ぶ
ございます。もうねこの曲でねグランドチャンピオンをね25年ぐらい前じゃないかな、これでね、昔はねカラオケ大会ハワイとか行けたんですよ。ハワイ、グアム、サイパン、ね、海外旅行が好きで海外旅行のね、取れるカラオケ大会ばっかり出てましたということで、どんどんテレサテンのコーナーね行きたいと思っております。もう順番にね歌えれそうな歌をですね行こうかなと思っております。これ、まあ、覚えてない歌もあるかもね、つぶない歌いましたね。あ、これ皆さん知ってますね。では時の流れに身を任せという歌ですね。久しぶりにねこうテレサテン歌うのでどうなることでしょうか、お願いいたします。
それではですね、どんな歌知ってる？あ、これはね、ちょっと高い歌なんですけどね、やってみたいと思います。香港という歌がございます。テレサ・テンさんの、これもね、有名な曲でございまして、香港を聴いてください。お願いいたします。それではですね、どんな歌か、これもいい歌ですよね。これもね、皆さんよく知ってる歌なんです。別れの予感というね、歌でございまして、ちょっとね、テレサ・テンのコーナーはこれが最後になると思いますので、聴いてください。別れの予感。昭和の歌もですね、自分なりにアレンジして歌っていただける方がどんどん増えてくればいいなと思っております。今日は生ライブ配信聞いていただきまして、ほんの少しの時間でしたが、またやりたいと思いますので、今日は小手調べということで、どんな風に調べになっているかね、私も後で見たいと思います、コメントとかね、たくさんあったらこれからも、ね、していただけると嬉しいかと思います。今日はありがとうございました。聞いていただきまして本当に感謝です。ありがとうございました。ありがとうございます。イエイ。